さされる都市封鎖はあるのかについて話を聞きます新型コロナウイルス感染拡大を受け安倍総理昨日の参議院決算委員会で、えー、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令するかどうかについて今この時点で出す状況ではないと表明しましたまた東京都など大都市の感染者が増えることを踏まえて取り沙汰される都市封鎖ロックダウンに関しては様々な な要請はさせていただくことになるかもしれないがフランスなどで行っているものと性格は違うと強調しましたえ基本的に強制力は伴わないまあ、こういう認識を示したわけですえ東京の小池知事は今後の推移によっては都市封鎖などの強力な措置を取らざるを得ない可能性があるえこういう言葉を使いまして都民らに慎重な行動を呼びかけていますこのロックダウン都市封鎖 藤井さん、これはどういうふうにお考えですかこれはね、あの、国民をこう、まあ、自粛させる、あるいは萎縮させるには、ちょうどいいカタカナだと。自粛、萎縮。萎縮させるにはね、ちょうどいい言葉として、まあ、よく使われてるなと思うんですけどね。今、一番どこがボトルネック、あの、どこが一番問題になってるのか、というと、医療崩壊のところなんですね。で、その医療崩壊を避けるためには、要するに需要が供給を上回るということですから、あの、医療需要が、医療供給を。 需要と供給のバランスを調整することが必要になるんですよね。あの、厳密に言うと。はい、で、その視点でね、京都大学のレジリエンス実践ユニットっていう投方でまとめてるユニットで、もうすでにこれ、もう2週間ぐらい前にどうしたらいいかだいたいまとめてるのを、うんまあ、今回改めて動画でも紹介したんですけど、ね、ざっ、はい、と言うとね、はい、まず、ね、供給量対策もやらなあかんわけです。供給量、はい、うん。だから人工呼吸器とかを増やすとか、そ、はい、から病床を増やすとか、えー で、人材増やすとか、はい。で、人材増やすってなかなかこれ難しいんですけど、イギリスはボランティアを何万にも募るとかいうのがあるんですけど、この今言った3つはお金を潤沢に用意すると、 まあボランティアの場合はちょっと違うかもしれませんけどそれでもあの医療スタッフをこう臨時で雇い上げるとかねえそののああれですよあのヘルプしかできないですけどねあの非常に高度な医療っていうのは人材限られてるんで難しいんですけどそれでもヘルプさんとか増やすことで医療軽減できますからねまあそういったお金を潤沢に用意をして一月二月かけて前からやっとけばよかったと今からでも可及的速やかにやれば良いというのもありますしそれが一番問題スタッフの疲労 回避。はい、過労回避っていうのが絶対必要ですからね。えーえー、これあの、スタッフが過労が続くと免疫力が低下して感染をして、供給力がどんどん減っていくっていうのが、これも、欧米で出てきてることですから、そこをしっかりやると。で、これに関しても、ものすごくお金がまずかけてやると。で、 あの、ロックダウンを言う前にこれを全部お前やっとけというのが僕は政府に対して思うことです。で、さらにね、あの、国民側のね、需要側ですけども、<い>まず最初に軽症者の自宅療養をね、はい、これ法的に可能にすると。<い>今あの感染症法のね、はい、あの、規制で、あの、うん コロナにかかった入院させないと、隠しさせないといけないという規律がありますから、これをもう一律解除するのは、これ大臣令ですぐできるはずですが、これやると。で、それから、あの、各人の感染症対策の徹底、これはみんな映らないようにするってみんな持ってますけど、一番重要なのは映さないようにすることです。これ僕の友人のウイルス学の先生なんかいつも、いつも一番強調してますけど、全員がウイルスを持っていると思えば。 そう思っときも、ただ僕も、もうそう思うことにしたので、今日もカラーラジオで、マスクして、ラジオしてるじゃないですか。マスクを今してこれはだから、あの、僕がかかっているということを想定し、てかかっているということを言ってるわけじゃなくて、はい かかっているかうしたら、こうやって、こう、ラジオのスタジオの密閉空間で話しているので、僕は、あの、うつさないようにしておこうと。それはもう常にそう、意識を心がけやっとくことで感染速度はものすごく下がりますから、全員が完璧にあれば感染はゼロに近づくことができると。例えばそれを徹底するとかね。あと、それから医療需要が一番大きくなるのは、高齢者と、それから基礎疾患をお持ちの方です々 が罹患をすると、うん、重症化するリスクが高いので、はい、まずは一般の方の行動を自粛する前に、えー、高齢者や基礎疾患の方の行動を徹 性的に自粛を要請することが今必要なんですよ。これらをべてやった上でロックダウンですよ。そこまでやったんかっていうと僕ね、全然やってないと思う。はい。ロックダウン。ロック年上様でね、順序があると。うん。だからこれをね、ロックダウンって嘘吹くんだったら、今言ったこと全部要請すべきですよ。全然自分のことやらないでね。ああ、チラ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 。とにかくでも大事な医療崩壊を防ぐってと防ぐってこと今のボトルネックはそこですからね。そこなんですね。はい。新型コロナウイルス感染症対策を検討する政府の専門家会議、 など5つの都府県で感染者が増え医療崩壊の恐れがあるとの懸念を表明しました。 直近1週間で感染者が大幅に増えた感染拡大警戒地域では新学期に入っても学校の一斉休校を検討すべきだと求めています提言では東京、大阪、神奈川、愛知、兵庫この5つの都府県を挙げ人口集中都市を有することから医療提供体制が切迫しており今日明日にでも抜本的な対策を講じることが求められているこういうふうに訴えました 政府の専門家会議が5つの都府県で医療崩壊の恐れがあるというこの懸念を表明したわけなんですが、藤井さん改めていかがでしょうか。まあそれはまあこうなることが、まあ事前から予期されてたわけでね。はい、これあのまずね、皆さんしっかり冷静にご理解いただきたいんですけど、はい、安倍総理、あるいは厚労省はずっとピークの 山を下げる、はい、並びに遅らせると言ってと、はいねはい、で今我々はそのピークが高くなるのか低くなるかの瀬戸際だという言い方をしてて、どちらのケースに転んでも当時の感染者の3倍や5倍や10倍ぐらいはなるぞと、はい、いうことを見越して言ってたわけで、はいええ、今増えてきたからだて偉いこっちゃってね、思う人がいたとしたら、はいええ、それはもうおかしいわけで、もともと増えることは分かってたわけなんですよね。はい だからそれはあの国民側も、だから、あ、まあもともと予定通り来てるんやなと思うべきなんです。これが1点。はい。で、2点はね、それを誰が知っとかなあかんかっていうと、行政なんです。はい。行政は当然ながらそうなるということを知っとかなあかんわけで、特に現場の医師なんか話を聞いてたら、どんな状況やと、いや、これでちょっと2倍とかあったら持たないですよ。わかりますから、そうか、僕ら今ちゃんとピークをどんどんどん,どん,どん増やそうと。 している最中や遅らせるけど増やそうとしてるわけですから。だから増やそうっていうか、増えていくという想定で、増え方遅らそうとしてるけど、これ増えるから、今の状況でこれやとちょっと今増やしとかなあかんなと。言って行政は、病床なり、機材なりを増やしておかなければならなかったわけですよ。で、並びに、軽症者をその隔離施設なんかに入れてたら、医療負担が増えますから、軽症者はすぐ自宅療養できるような法整備をしとかなあかんかと。た施設かなんかなんかを作っとくと ねはい、旅館をちょっと借りといてとか、オリンピック施設使ったらいいなんて最近言われてますからね、はいろ、はいろ言われてますけども、だから供給量を増やしとくということを、一月前からやっとかなあかんわけです、はい、ところが今までバーっとしててね、な、はいや、はい、ろこっちゃ、どうしよう、ロックダウンとかじゃね。 いやお前、それ言う前に、えー、お前、やっとけよと。散々、はい、んん国民に小学校行くなんやとか、なんかイベントやるなとか言うとったややと。はい、国民に負担しいとおるやんと自分で増やしとけよということがあるわけですよね。えー、でさらにね、これまだいいですか、えー、あ,のあの、若年者でもね、あの、罹患者出てると、はいで。死亡例も外国では数例出てるという話ですけど、はいえー、重要なのは確率なんですよ。はい、確率、リスクの肯定なんですよね。ね、えーえー 高齢者の方はもう20倍とか30倍の死亡リスク、重症化リスクを持ってるわけでね。はい、で、そのもリスクが20倍、30倍って言ってるっていうことは若年層でも高齢者の 20分の1とか30分の1のリスクがあるわけですよ。<ー>で、あの、50歳以下でそれぐらいで、だから、20歳以下とかだったらもう100分の1ぐらいのリスクがあるわけで、はい、で、もう,う1000分の1とかにしてもですよ。はい、で、今も、離岸してる方がこれから何百人何千人とかね、はい、なってきたら、それはそういう症例も出てきますよ。えー、全体的に増えてくれば、増えていけば、うい人も。で、ではい、その1例あったから言って、それでえらいこっちゃーって、うん、高齢者も若者も全部同じレベルで自粛を要請しようと。うん するのはね、これ非常にこれ大きな問題でね、需要を、あの、だから、医療需要を軽減させようとしたら、重篤化するリスクの高い属性の方々を、特に社会から隔離というかね、あるいはあの自粛を要請するというか、家庭内でもほとんど会わないで、僕はも母親ともほとんど会わないようにしてますからね、それも先々週の時点からあんまり会わんようにしてますけれども、 そういうふうにしといたら、あのー、同じ自粛レベルを、高齢者の方々に集中しとけばですよ、はい、医療需要っていうのは極端に減らすことができるわけですよ。えー、今だから若い人は自分でかかってるどうかもわからない。で、かかってて、それが高齢者に、うん、もしくは持病を持ってる方にかけ、うん、あのか、ね感染させてしまうかもしれないという、うん、そういう、 関係ですもんね。だから、高齢者の方を自粛しとく。家庭内でも隔離というように、このね、当面の間、二三隔月しとけば、あの、要するにね、社会的コストで考えるとね、一般の方の自粛と、高齢者の方の自粛だったら、高齢者の方の自粛の方が社会的なコストは低いんですよ。だから、あの、そこをまず重点的に、自粛をね、お願自病をね、持ちの方とか、あと、それからヘビースモーカー、シムラさんのようにね、ヘビースモーカーの方とかね、 そういう方々を中心に自粛を要請をまずしといて、はいでそ、そこまで全部やって、それでももうアップアップでんねんと、いうことであれば、はい、じゃあまあロックダウンもしょうがないかなとか、いうような順番があるわけですよ。はいはい、だからね、いきなりなんか、ゴキブリが出てきたから言うてね、さっき言ったらジとやる前のがそこでもうミサイルバーン撃ってバーンって任させてって、はい、いやいや、それやる前にちょっといろいろあるじゃないですか。そういう話だと思いますね。はい